皆さんこんにちは、ただいまより平成25年5月の定例記者会見を始めさせていただきます。5月の5日が立夏ということで、もう夏に入っております。そういう中で、衣替えという古くからの習慣がありますけども、これまでは6月と10月に夏服冬服ということで、季節に合わせて過ごしやすい衣服に切り替えておりました。しかし近年では、気候の変化や環境保全、あるいは省エネルギー化への対応などを考える上で、この習慣も確立的なものではなくなってきております。本市では昨年に引き続きまして、省エネルギーおよび地球温暖化防止への対策といたしまして、5月の1日から10月の31日まで、職員が執務中にノーネクタイ等での暑さをしのぎやすい服装を着用するクールビズを実施しております。今日私もクールビズで参加をさせていただいております。ご了解いただければというふうに思います。6月は地球環境について考えて、省エネや環境保全について関心を深める環境月間として位置づけられております。私たち一人一人が環境問題に配慮しつつ、改めて自らの生活や行動をできることから見直す機会としてみてはいかがでしょうか。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。なお、市役所の職員等につきましてはですね、このノーネクタイ等を軽装をする上でですね、服装の乱れなどを生じないようにですね、しっかりと配慮をしてまいります。それでは内容に入ります。まずはじめに平成25年習志野市議会第2回定例会のお知らせでございます。今議会は5月31日金曜日から6月27日木曜日までの28日間の会期で開催されます。提出議案といたしましては、習志野市子ども子育て会議条例の制定についてなど、新規条例が2件、一部改正条例が4件、市営住宅に関する訴訟案件が3件であります。その他、人権擁護委員の推薦や契約案件など合計で13件の議案を上程いたします。なお、この間一般質問を6月10日月曜日から14日金曜日および17日の月曜日に予定をさせていただいております。日程についての詳細は議会事務局議事課までお問い合わせいただきたいと思います。なお、市議会の映像は市ホームページからおよび、生放送と録画放送の両方がご覧いただけます。また合わせて、今回も JCN 船橋習志野のコミュニティチャンネルでも録画放送をご覧いただけます。詳しくは JCN 船橋習志野のホームページをご覧ください。次に、ラムサール条約登録20周年記念イベント、八ツ干潟の日についてお知らせいたします。本市の南西部に位置します環境省が所管いたしております八ツ干潟は、昭和63年に国指定の鳥獣保護区に指定されまして、平成5年6月10日に干潟としては日本で初めてラムサール条約登録湿地となり、本年登録20周年を迎えます。ラムサール条約の正式名称は、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約といいまして、湿地を保全しその恵みを活用していくことを目的とした国際条約でございます。昭和46年にイランにありますラムサールという町でこの条約が制定されたことから、ラムサール条約と呼ばれております。本市では市民と行政が共同して八ツ干潟の保全を図るため、6月10日を八ツ干潟の日と定めております。本年はラムサール条約登録20周年を記念いたしまして、6月10日が平日でありますので、その前の土曜日日曜日、まずは6月1日2日そして6月8日9日それぞれ土曜日と日曜日の4日間にわたりまして、八ツ干潟自然観察センターにて八ツ干潟の日イベントを開催いたします。八ツ干潟人の輪守るは自然の輪と題しまして、記念式典のほかにラムサール条約について考えるシンポジウム、地元自治会や地域の方々の協力による模擬展、習志野高校吹奏楽部や津田沼高校オーケストラ部による音楽会など、さまざまなイベントを実施いたします。
イベント当日は入館料が無料となっておりますので、ぜひ皆さんご来館いただきたいと思います。またその後8月24日土曜日には 8.24 愛で包もう八つ干潟と題しまして、干潟への思いなどのメッセージが書かれた黄色いハンカチ1万3000枚で八つ干潟一周 3.5 キロを囲みます。現在八つ干潟自然観察センターにて黄色いハンカチへのメッセージ記入を受け付けております。6月のイベントの中でも受け付けておりますので、どしどしお寄せください。この黄色いハンカチーフはこちらでございまして、これ実物大の大きさとなっております。これは私が書いたものです。このようなですね、黄色いハンカチーフをですね、1万3000枚で、3.5 キロを囲もうということで、今もう実行委員会の皆さん中心にして、今いっぱい集めております。この当日もですね、当日の他にもこの、黄色いハンカチーフの記入受け付けておりますので、ぜひ、振るって記者の皆さんもご参加いただければなというふうに思います。はい。さらに、10月の27日日曜日にはアオサの活用について考える集いと題しまして、観察講演会、全国各地の干潟関係者研究者とのインターネット電話による会議や、高校生大学生等若い世代によるアオサ研究に関する報告会などを通して、八つ干潟に大量に繁殖するアオサの性質や対策活用について、考えます。でこのアオサ、いろいろな種類があるそうでありますけども、このアオサがですね、この時期になりますと八つ干潟の海面を覆います。でしかしながらこれがですね、満ち引きの関係で、さらされますとですね、日光に当たって、ちょっと腐食をしてしまって、その匂いだとかですね、そういうものも発生する状況からですね、これがですね、非常に問題になっているという部分もございますし、またこのアオサ自体がですね、八つ干潟のこういわゆる、生物環境をですね、犯してしまうのではないかという、危惧もあるそうでございまして、これをですね、習志野市としても本当にこれに積極的にですね、関わっていくことで、この、アオサ、アオサ自体は自然の、植物でありますので、そういう意味では、海藻ですね、自然の海藻でありますので、そういう意味では、こういったことを資源にできないかということも含めましてですね、みんなで一緒に考えようという集いを10月27日に行うということでございます。で、以上の通りですね、今後この八つ干潟20周年という1年間6月、8月、10月にさまざまなイベントを予定しておりますので、この機会にぜひ習志野市の貴重な自然財産であります八つ干潟にぜひお越しください。詳しくは環境政策課または習志野市立八つ干潟自然観察センターに直接お問い合わせいただければというふうに思います。また6月の1日2日はですね、千葉県のキャラクターであるチーバくんがこのイベントに登場するほか、実はこの6月2日にですね、熊本県荒尾干潟の応援ということでくまモンがですね、飛び入り参加をするということが伝わってきております。ここで言ってる以上飛び入りということではないんでしょうけど、八つ干潟の応援にくまモンが飛び入り参加するということで、ございますので、ぜひ、ご期待をいただければなというふうに思います。そういうことでいうと当日多分子どもを中心にたくさんのご来場者があるのかなというふうに思います。さて続きまして、6月1日土曜日、これはもう八つ干潟の日と同じ日なんですけども、6月1日土曜日の午後2時から京成大久保駅前の習志野市民会館で行われます平成25年度自治功労者顕彰式及び市長との市政懇談会の開催についてお知らせいたします。自治功労者顕彰とは、町会自治会活動に積極的に参画し役員として10年以上にわたり自治活動に顕著な業績を残した方に感謝の意を表すもので、今年度の顕彰者は20名であります。
その後行われます市政懇談会は、住民と行政がきめ細かい連携を図り、住民包囲の共同型まちづくりを目指すことを目的に実施いたします。私自身直接市民の皆様と対話できる貴重な機会となっておりまして、今年度は日頃市役所に寄せられるご意見ご提案、よくある質問についてご紹介をいたしまして、市としての考え方を説明した後に皆様からのご質問に直接お答えしようと考えております。なお当日にはですね、私ども の、 部長も参加をする予定でございまして、もう本当に細かい部分につきましてですね、半ば市議会と同じような感覚でですね、市民の皆さんのあらゆるご意見にしっかりとお答えしようということで臨みます。ということで6月1日土曜日午後2時から京成大久保駅前の習志野市民会館で行われます自治功労者顕彰式および市政懇談会に皆さんもぜひご参加をいただきたいと思います。詳しくは共同まちづくり課までお問い合わせください。最後になりますけれども、男女共同参画週間事業、講演会および地域ミーティングについてご説明いたします。毎年6月23日から6月29日の1週間は、内閣府において男女共同参画社会の推進のための男女共同参画週間と定められております。本市では今年度の大きなテーマとしてワークライフバランスを掲げまして、習志野市男女共同参画週間事業運営委員会との共催によりまして講演会を開催いたします。6月29日土曜日午後1時30分よりサンロード津田沼6階大会議室においては、厚生労働省政策評価に関する有識者会議の委員であります厚見直樹さんによります自分らしく生きてますかと題した講演会と、市民および事業者の事例発表を行います。また7月7日日曜日午後1時30分からは新習志野公民館において基調講演と地域ミーティングを開催いたします。この基調講演の講師には、働くことの生きることに働くことと生きることに悩み迷いながら懸命に前に進もうとする30代の姿をリアルに描いた記事が反響を呼んだリアルサーティーズの取材班である新聞記者の鈴木敦子さんと中村重ねさんをお迎えいたします。なお平成26年度を初年度として平成32年度までを計画期間といたします第二次習志野市男女共同参画基本計画の策定にあたりまして、この地域ミーティングにご参加いただいた市民の皆さんのご意見をより多く反映させようと考えております。6月29日土曜日に行われる講演会はサンロード津田沼6階大会議室において午後1時30分から、7月7日日曜日の基調講演と地域ミーティングにつきましては新習志野公民館において午後1時30分から開催いたします。皆様にぜひご参加をいただき、たくさんのご意見をお聞かせいただきたいと思います。またお子さんの保育も行っております。両日とも費用は一切かかりません。無料です。詳しくは男女共同参画センターまでお問い合わせください。以上、私からの説明とさせていただきます。